今回は意外にも薬物中毒だったあの心理学者、彼の名前はジークムント・フロイト、トラウマという概念を生み出すなど精神分析の父と呼ばれる人物です。そんな彼、かなり薬物中毒でした。大学卒業後、当時は合法であったコカインの魅力にのめり込んでしまいます。しかもコカインについてという論文を執筆するほどに。そしてコカインを用いた神経症の治療法を開発しようとするも、自分自身も患者も依存症になってしまったとか、彼のトラウマなのかもしれませんね。歴史の裏話を発信しているので、チャンネル登録をしてお待ちください。